マウス、キーボード、これはなくならないというテーマで話してます。最近ですと、音声認識とか、ポインティングデバイスを使った入力方法、身振り手振りなどのジェスチャー、キネティックみたいなもんですね。そういうものは開始されてます。ただ、メインストリームの入力インターフェースとはなってないですね。大量の文字入力は、まだキーボードの転化という感じです。携帯やカーナビですと、音声認識は採用されつつあります。ただこれは、少し転化を取ったのとは違う感じがします。キーボード以外のインターフェースっていうのは、どちらかというと消極的な理由で採用されていると思います。例えばスマートフォンの音声検索ですけど、これは人が快適に入力できるキーボードが物理的に設置できないから音声検索は採用されていると考えます。カーナビのタッチスクリーンもキーボードとかマウスを設置できないため採用されてます。これらの機器はコンパクト化のためにフルキーボードが設置できないから採用された代用品だと考えます。で、文字入力に関してはキーボードが人間に対して今のところ楽なデバイスだと考えます。まあ私の主観ですけど、文章を脳が考えてそれを外部に出力する場合、キーボードから入力する方が声で出すより複雑な処理が不要だと考えます。まあ人は声に出すよりキーボードで入力する方が処理的に軽いって私は感じます。だからそのキーボードが設置できればそちらの方が脳的に楽だと考えます。あとタッチパネルもマウスやトラックボールのようなポインティングデバイスより脳処理が必要だと考えます。マウスだと軽く手首を動かすだけ、トラックボールとかパッドの場合は指先だけを動かすことで処理できますけど、このタッチパネルの場合は体もうほぼ腕全体を動かさないといけないと思います。画面が大きいと体まで動かさないといけないです。あと指が画面にかぶさるから、それが視覚になってストレスとなるということもあります。まあ神経をコンピューターに接続するという発想が映画とかで出てきますけど、それから出てくるまでは少ない物理的な運動量で操作できるインターフェースが生き続けると思います。キーボードやマウス、物理的に少ない運動です。キーボードはもうほぼホームポジションをキープすれば指と軽い手首だけの運動、マウスですと手首ぐらいの運動で画面全部をカバーできます。ただタッチパネルですと画面が広くなれば当然体の動きが必要になってきます。そうすると脳が司る運動神経も増えてきて、それ脳の処理量も必然的に増えます。だからこの少ない運動量、物理的に少ない運動量で操作できるインターフェースが生き残ります。以上です。